ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト、超ブログ思考。はい、こんにちはアポロです。今日はですね、混ぜるな危険という話をしていきます。まあこの話ですね、ひょっとしたら、えー、以前にしたことがあるかもしれないんですけど。 まだね、初めて聞くっていう人もいるかもしれないので、めちゃくちゃ重要なね、考え方になるので、まあ、ぜひね、聞いてもらえればと思います。特にこう、情報発信をして、これからね、集客していきたいっていう人。どういうふうにね、情報発信をしていけばいいのかよくわからないと。ウェブマーケティングというものがあんまりわからずにね、発信してしまっている人なんかにぜひ聞いてほしい話になっています。で、言葉が示す通りですね。混ぜるな危険と。ま、洗剤なんか、洗剤でしたっけ 混ぜると、ね、まあ、有害物質が出るから危険ですよっていう、まあ、そういうキャッチフレーズがあると思うんですけど、これはまあ、情報発信も一緒で、複数のね、異なるテーマを混ぜて発信してませんかってことです。例えば、ブログの中でビジネスの話をし,しているかと思ったら、例えば、恋愛の話をしているとかね、ダイエットの話をしているとか、あるいは、英語の話をしているとかね、複数の全然親和性のないジャンルの話をですね、一つの媒体でしてませんかってことです。 僕もいろんな媒体で発信してるんですけど、分けてるんですね、テーマによって。ブログは3つありますし、そのブログもそれぞれのテーマごとに分けてるんですけど、なんで分けてるかっていうと、混ぜると危険だからですよね。例えば今の例で言うと、まあビジネス、じゃあマーケティングにしましょうか。マーケティングの発信と、ダイエットの発信と、英語の発信を全部同じブログでね、やったとしたらどうなるかということですね。そうするとですね、一見するとすごく、 まあ、効率のいいように感じられると思うんですよ。だって、ね、マーケティングに興味のある人も見てくれるし、ダイエットに興味のある人も見てくれるし、英語に興味のある人も見てくれるから、アクセスがめちゃくちゃ増えるんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけど、実はそうじゃなくて、そうすると何が起こるかというとですね、例えばじゃあ、ダイエットに興味のある人が来たとしますよね。で、ダイエットに興味のある人が来て、でもそのブログを読んでいると、ね、英語の話ばっかり、もしくはビジネスの話ばっかり、 出てきたらどうなるか。そうすると、あ、ここ自分のね、読みたい記事がないやと、興味のない話ばっかりするからつまんないからっていう形で離脱しちゃうわけですよね。それは他のジャンルも一緒で、英語の勉強のことを知りたいのに、ダイエットの話ばっかりとかね、ビジネスの話ばっかりしていたら、つまんないから読まなくなるわけですよ。じゃあ他のブログ読もうみたいな感じになるわけですね。だからこういったものっていうのは、親和性が全然ないものっていうのは混ぜたらダメなんですね。で、その中で商品売ったらどうなるかってことですよ。 例えば、マーケティングの商品をそのブログで売るとしたら、マーケティングに興味のある人も、まあ一部含まれてるんで、ね、全く売れないことはないかもしれないけど、ダイエットとか英語に興味のある人って別にマーケティングをね、やりたいとか思ってないわけですよ。でそういう人にマーケティングの商品どうですかって言っても絶対買わないですね。全く興味がないわけだから。だからそう、ただ買わないだけならまだいいんですけど、どうなるかっていうと、売り込まれたって思われるんですよね。 自分の興味のないものをセールスされると売り込まれたって思うわけじゃないですか。でも自分の興味のあるものだったら、むしろね、ありがたいって感謝されることもあるわけですよ。自分がもっと英語上手になりたいと思っていて、英語のすごいいい教材をね、紹介してくれたら、むしろね、役に立つ情報を教えてくれてありがとうってなるわけですよ。だから、セールスそのものが売り込みなんじゃなくて、興味のない人に無理やり買わせようとするから売り込みになるわけです。で、こういうふうに、まあ、いわゆる雑記ブログ的な感じになってしまうと、売り込みが発生しやすくなるわけですね。 もういろんなバラバラの属性の人が集まってきてしまうんで、そうすると、ね、一部の人、ほんのわずかの人だけに、ね、求められているような商品になって、それ以外の人はもう全然求めてない。むしろ、迷惑に感じているみたいな感じになってしまうので、よろしくないわけですね。しかもブログっていうところに関して言うと、まあ、SEO 的にもマイナスになるわけですね。専門性が下がってしまうわけだから。例えば一つのブログでもダイエットに特化してね、発信してるブログがあったとして、かたやもう一方では、 ビジネス、ダイエット、英語、恋愛とかね、もういろんなジャンルで話をしているブログがあるとしますよね。で、ダイエットに関する専門性はどっちが高いかっていうと、まあ当たり前ですけど、前者ですよね。Google はそういうような形で、このブログは何のブログなんだろうみたいな感じで見るわけですよ。だからそこにダイエットの記事ばっかり上がっていたら、あ、これはダイエットに関するブログなんだというふうに認識するわけですけど、そんな感じで、いろんなね、雑記ブログみたいにバラバラのね、ジャンルの話が出ていたら、これ何のブログなんだろう 的確に、ね、読み取ることができないわけですとなると、ユーザーがダイエットに関する検索ワードを入れたときに、やっぱり専門性が高い方の情報を出すわけですね。そういうまあバラバラなジャンルについて発信してるっていうものは、専門性が低いというふうに、ね、認識されてしまうので、当然、SEO 的に弱くなるわけです。だそういった点においても、混ぜるっていうのはね、よろしくないわけですよ。だこれはもう本当、基本中の基本なので、情報を発信するとき。 まあ、ポッドキャストもそうだし、YouTube とかも全部そうですけど、変にそういうとこ混ぜないっていうのはね、大事だと思うんです。で、その、ブランディングだとかね、その人のなんか自分のその、いろんな側面を見せたいとかってあるかもしれないけど、それだったら、丸々ね、そういう風な形で分けるんじゃなくて、まぶすんですよね。例えば、自分がビジネスの発信をしていて、でも英語もできると。 というところをアピールしたいんだったら、メインのトピックはビジネスの話をするわけですよ。で、その中でちょっとね、自分の英語の話とかもするわけですね。例えばこうビジネスはこう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 でっていう話をした中で、例えば自分は海外に何年住んだことがあって、英語でね、結構こんな勉強していて、こういうシチュエーションでこういう英語を喋ってましたとかって、さらっと触れるんですね。一部で。ってなると、そのメイントピックは英語にならないわけですよ。メイントピックはビジネスになる。 で、その一部でさらっとさりげなく英語のことについて触れてるから、あ、この人英語喋れるんだとかね、英語得意なんだみたいな感じで思ってもらえる。これだとそういう離脱とか起こりづらくなるわけですねで。そしてさりげなく自分のことをいろんな側面からアピールできると。まるまるその一記事を、ね、えー、これ、英語に関する話とかってやっちゃうとビジネスのブログだと誰も読んでくれない。なぜならほとんどの人は英語に興味ないからですよ。これはそのクライアントの実績とかをね、 アピールしたいときも一緒で、よく YouTube であるじゃないですか。まるお客様の声〇〇様みたいな感じでタイトルついてるんですけど、その動画見たいですかって話ですよ。関係ない人からしたら絶対見ないと思うんですね。そうじゃなくて、いきなりそういうような形で、お客様の声紹介しますとか、クライアントの実績ですみたいなタイトルのブログだったり、あるいは YouTube 動画、見ないですよね。じゃどうするかっていうと、その中身ですね、本文の中に混ぜるわけですよ。 こう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 で、例えばコンテンツ販売で稼ぐ方法を教えますみたいな感じで、こうね、話をしていって、その中で、実は私のクライアントさんでもね、全く未経験の状態からコンテンツ販売に挑戦して、例えば50万稼いだ人がいましたみたいな、さらっと触れるんですね。そうすると、さりげなくアピールできるわけですよ、実績を。みたいな感じでやっていくんですね。まるまる、このクライアントまるまるさんの実績紹介しますみたいな記事を書いても、誰も読みたいと思わないので。 でこういうような形で情報発信をしていくっていうのは大事なんですけど、要するにその何かをね、えー、発信するとき、いかにこの上手に紛れ込ませるのかっていうのは大事で、まるまるそのトピックになってしまうと興味ないから読みませんみたいな感じになるわけですね。だからこれは本当にもう情報発信の基礎というか、基本なので、そこを混ぜてしまうと。ブロガーではないんでね、僕たちは。ブロガーだったらそれ雑記ブログ的な書き方も、 間違いではないと思うんですけど、僕たちはメインのビジネスがあって、それを売っていかないといけないので、関係のないアクセスを集めても意味がないわけですね。YouTube でアクセス数伸ばしたいんだったら、とにかくね、かわいい猫とか犬のね、動画をひたすら上げていれば、勝手にチャンネル登録も増えていくし、勝手に再生回数も伸びていくんですね。なぜなら、そういう動物がね、好きな人が多いから。じゃあ、ペットの動画をひたすら上げ続けて、10万再生いったからって、じゃあ自分の商品売れるかって売れないですよね。なぜかというと、彼らはペットに興味があるだけで、自分の売ってる商品には1ミリも興味がないからです。 でこういうことをやってしまうわけですよね。全然アクセスは増えてるけど売り上げ全くつながらないみたいな。っていうのは集めるお客さん、間違ったお客さんを集めちゃってるからなんですよ。なんで間違ったお客さんを集めるかっていうと、情報発信のやり方が間違ってるからです。だから、これ情報発信をするとき、複数のジャンルについて発信をするときというのは、必ず媒体を分けるんですね。媒体を分けるとそういうような複数のテーマについて発信したいときに、 違、間違ったお客さんが紛れ込むことがなくなるわけです。でも、属性がバラバラみたいな、そういったことがね、起こりづらくなるんで、これは本当に情報発信をするときに、まず最初にね、意識しておかないといけない。そうしないと、全然商品が売れないみたいなね、ことになってしまうわけなんで、めちゃくちゃ重要ですからね、混ぜるな危険ということです。だから、複数のジャンルについて話をしたい場合、そういう人っていうのは、今回言ったようなことをね、ぜひ意識してもらうといいかなと思いますし、まあ、ちょっとちらっと触れましたけどね、 その発信の仕方も、丸々そのテーマにするんじゃなくて、まぶすとかね、そういうやり方をすることによって、さりげなく自分の伝えたいことをアイデンティスさることができると。これも一つのテクニックというね、考え方なので、そういったこともやっていかないと。結構こういうことね、わからずに適当にやってしまっている人も多いと思うんで、それだとなかなか集客にならないですし、マーケティングもうまくいかないので、ぜひですね、情報発信をするとき、ねえー、自分のテーマを決めて、そのテーマに、 まあ、神話性のあるような近いジャンルであればいいですけど、全然神話性のないものですね。は、もう完全に分けるということですね。ということをまあ、気をつけてください。